オホーツク海とその周辺地図。オホーツク海は、カラフト、チシマ列島、カムチャツカ半島などに囲まれた海で、北海道の北東に位置する。太平洋の沿海であり、カムチャツカ半島、チシマ列島によって、太平洋と、また、カラフト、北海道によって、日本海と隔てられている。オホーツク海の名称は、この海に面して、最初に建設されたロシア人の入植都市、 オホーツクに由来する。オホーツク海の地図オホーツク海の海底地形三型をユーラシア大陸に囲まれており、南に千島列島を通じて太平洋と結ばれている。海域中央部に当初はなく主な島として千島列島のほか南西部にカラフト及び北海道がある。また西部にシャンタル諸島がある。海域の市湾として北東にセリホフ湾を持つ。 主な港湾としてマガダンがある。オホーツク海の表面面積は約152.8万平方キロメートル。平均水深は838メートルで、北部に大陸斜面が大きく広がり、南へ向かうにつれて深くなるという特徴がある。中央部は水深1000メートルから1600メートルの海盆が存在し、さらに南に千島海盆と呼ばれる最も深い場所がある。 最深部は、千島列島近くで、水深3658メートルである。日本海とは、浅い水深のマミヤ海峡と宗谷海峡で、隔てられているが、太平洋との間の千島列島の海峡は、水深が2000メートルに及ぶものもある。知床半島北岸のカムイワッカユの滝の近くのオホーツク海から、オホーツク海表層には、半時計回りに流れる海流があり。 カムチャツカ半島から千島列島北部の海峡を通ってカムチャツカ海流の一部が流入する。これらの一部が千島列島の海峡から流出し、千島列島の太平洋側を南下する東、カムチャツカ海流と混じり合って、同東沖から三陸沖に分布する競技の親潮水を形成している。日本海とはマミヤ海峡にアムール川河口が存在するために、 海水の交換はほとんど起こらないが、宗谷海峡から津島暖流の続流である宗谷暖流が流入し、北海道沿岸を流れている。カラフトの東部には東カラフト海流が流れている。アムール川の水が流入する川口付近では塩分の濃度が低く、密度清掃が強くなるため冬季には厳しい寒気団であるシベリア高気圧の影響も受けて海氷が形成される。 川口付近以外の海域北部でも12月から欠表が見られ、最盛期の2月にはオホーツク海の7から8割が海氷で覆われる。日本海北部とともにオホーツク海が北半球海氷が分布する海域で最も低位度で、あるのはこのアムール川の河川水の流入によるところが大きい。風と海流に運ばれた海氷は流氷と呼ばれ、カラフト東岸に沿って南下し、 時には太平洋岸の釧路市付近まで到達することがある。オホーツク海凍結前の寒気による海洋表層の活発な炎直混合や海氷などによって沿岸から運ばれる砕設物の影響で植物プランクトンの繁殖に必要な栄養塩が豊富である。このため漁業資源の宝庫で、酒ます、タラニシンサンマカニアマエビ、北海エビ、ホタテガイ、昆布、カキが取れる。 なお、カラフト付近の夏季は海底一面に延々と広がっている。カラフト周辺の大陸方の地下には、豊富な原油、天然ガスが埋蔵されている。日本も参加するサハリンプロジェクトとして、海底油ガス田から生産されている。大太石則行、本間広明、知床、北方四島カラー番流氷が育む、自然遺産、岩波書店、2008年、26ページ。 ISBN 978から4から00から431135から5、オホーツク海の開票の平年値、極地2008年10月26日に放送された、真相報道番記者、で、映像が流れた。ありがとうございます。